はい、おはようございます。お久しぶりです。しばらくね、SNS から離れてましたね。 YouTube、インスタともに更新も何もしてませんでした。ちょっとね、休憩したかったんで、ただそれだけで、別に体調が悪いとかそういうわけではございません。今日はね、磯前市に来ましたね。私の一応本業の釣りで、冬にある釣りですね。本来なら波がないとダメなんですけど、今日はベタなぎです。まあ一か八かで来てみましたけど、やっぱりベタなぎですね。とりあえず今日は最悪の条件の中でね、一匹なんとか釣れればと思って頑張ってやっていきたいと思います。まあこの動画が更新されれば一匹は釣れたということになりますのでね、更新できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。タックルはね、クロダイ釣りに使う普通の、まあ、1ロットなんですけど、私の場合はあのテレガイド変えてますけどね。まあ、タックルとかあと装備、攻め方につきましては、あの再生リストに脅し込み釣りというね、カテゴリーがありますので、そちらの方を検索していただければ、去年一昨年の、磯前市の動画、見れますので、そちらの方を参考にしていただければ幸いです。では準備してやっていきます。簡単に説明していきますね。タックルは、まあ、昔からやってる人は知ってると思いますけど、スサノオの、ロッドですね。もう十何年前に、メーカー自体なくなってますけどね、貴重なロッドですね。これをテレガイドとかにして自分なりに調子も変えてね、穂先も変えてます。出してます。あとは普通のヘチリールですね。これは両尾のメタロイヤル、まあ、エクストラですね。まあこんな感じでやっていきますね。あとはナイロンラインにフロローカーボン、2.5 から3.5 ですね。あと針は、まあ、チヌバリで言えば4.5から6.5ぐらい、ちょっと大きめですね。あとガン玉は、海峡に応じて 3B から 6B、波が 4m とかになるともう 6B ダブルとか、今日は波なぎなんでね、 2B、3B と1個、これで十分だと思います。餌はカニでやっていきます。まあ、こんな感じですね。普通の前打ちと変わりませんね。さあやっていきます。超ベタなぎです。波予報50センチですんで、完全なベタです。ここで多分一番波があるところだと思います。まあこういう日は先端まで行けますんでね、それを狙って来てみました。なるべく波が入ってきたタイミングでやっていきます。今は、時刻朝の7時過ぎですね。12月末です。まあ一匹釣れれば本当ラッキーっていう日ですね。まあおそらく坊主でしょう。動画が出れば一匹釣れたってことになりますけど、動画が出ればいいんですけど坊主じゃなければ動画になるんでね。あー、フグがいっぱいいるみたいですね。うん、やっぱりこいつですね。やっぱりね、なぎだとこいつがうようよいるんでね、困っちゃいますよね。はい、ポイント移動してきました。こちらもご覧の通りベタなぎです。まあまあ厳しいですね。やっぱり宝くじを引くようなもんですね。
まあ、海がある限りね、釣れない可能性はゼロにはならないんでね、 1% をかけてやってきます。ちょっと雨が降ってたんでね、ここ濁りが入ってないんで、もしかしてこれがプラスになってくれればいいんですけどね。浅いとこにいないかな。死んだかな。おー、チンタだ。ぶち抜きますよっ。いや、ちっちゃいの。一応クロダイ釣れました。もう35ぐらいしかないですね。一応最悪な条件でも釣れました。35ぐらいですね。一応でもここから岩乗りは出てますんでね、一応岩乗りパターンにはまった感じですけどね。綺麗なクロダイですね。イツギではないと思いますけどね。やりました。まあ最悪の条件でね、十分な釣果ですね。ではリリースしたいと思います。はい、ありがとう。いやー、この海峡でよく釣れたと思いますね。ここまでベタの時にやったことないんでね、今日は波の予報が 0.5 メーターなんでね、まあ完全なベタ波なんで。ただここはね、波が一応入りやすいんですよね。ちょっと地形的に波がちょっと出やすいんでね、そういうところを狙ってやってみたら、チンタでしたけどね、釣れました。十分な釣果ですね。まあ日頃あんな小さいのは釣れないんですけどね。波があるとだいたい40オーバーほぼ確定で、釣れてきますんで、今日はちょっと岩乗りパターンではないですよね。まあここだけね、若干前から波が入ってくるんで、まあ岩乗りが剥がれ落ちてて、まあチンタンがね、それを食ってたんかなっていう気はしますけどね。まあ奇跡のもう一匹釣れるかどうか試しにまたやってみたいと思います。ましたね。粘り勝ちです、ね。まあ、またチンタですけどね。今日はこういうパターンなんですよね。もう結構引きますね。小さいけど楽しいです。まあ、さっきより若干大きいけど抜きますね。よっと。まあ30後半はありますね。やりました。はい、やりました。このベタナギでね、なんとかね2匹も釣れました。まさかね、まず釣れると思ってなかったんでね、
まあ2匹も釣れるとは上出来ですね。これは35、6ですね。40近くあると思ったけどないな。35、6、さっきより若干大きいですね。でもめっちゃ綺麗なクロダイですね。さっきと同じようなパターンですね。やっぱりやりました。十分すぎる超過ですね。波予報0.5メーターでもね、全然釣れるっていうことが、証明できたと思います。まあいろんなね釣り場をね、探ってね、自分のポイントをねどんどん増やしていったら、それが超過につながるんでね、同じところばっかりやるのはあまりおすすめしませんね。あの条件のいい時はそこで釣れるんですけど、条件が悪くなるともうお手上げになっちゃうんでね、いろんな釣り場行って、凪の時でもね波の高い時に釣りができるとかね、凪じゃないと釣りができないポイントとかね、いろんなポイントを知っとけば、その時の状況に応じて、釣りができるんでね、いろんなとこに、足を運んで、やってみたらいいと思いますね。私は飽き性なんでね、同じポイントでやるのが億劫になるんで、いろんなポイントやってますね。こんなとこなんかもう水深が1メーターほどしかなくて、そこ見えてますけどね、あの辺もでも波が立ってさらしが出た瞬間とか全然食ってくると思うんですよね、ああいうとこは。まあ今日はちょっとねご覧の通りベタ波なんで、なかなかそうはいけませんけどね、波のタイミングを待つのがね、今日のポイントかなと思いますね。ひたすら波のタイミングを待つと。なかなかいい波来ないんで、今日はベタ波なんで、日頃ね、超ベタじゃないと入れないところに来ました。これですごいベタなんですけど、そこそこ手前だけ波があるんですよね。ここでやってみたいと思います。ここで当たりなければ、今日は終わりたいと思います。結構強い。ここマダイも出るんでね、マダイも期待してるんですけど、まあクロダイだと思いますけど。よう引くわ。さあでかい。おし、これは取りたい。よっしゃ。ふう、まさかこの薙でこのサイズが出るとは。ふう、やりました。いやー来てよかった。これは測りますよやりました。いやーこのベタ薙でここまで来てよかった。やっぱりその先端ですね。潮回り抜群のとこですね。ここはヒラマサとかね、あと磯丸ですね、よく来るんですけど、いやー一瞬マダイかと思ったんですけどね、ここマダイおるんでね、まあさすがにちょっとこのナギではマダイもねあれなんかもしれないですけど、いやーいい位置ですね。50はないとは思いますけどね、ちょっと上がってみたいと思います。まあ五木ですね、これは岩乗りパターンで釣れた感じではないですね。やりました。はい、サイズはねちょっと控えめに見て、そうですね 50.5 ですね。年なしです。やりました。
太鼓がもうすごいですね。20センチ近くありますから、20センチ超えてますね。なかなかの重量ですね。やりました、 50.5。 まあ海峡はねこんな感じでね、まあベタなぎですね。まあここのポイントだけはいつも潮がすごく速いんで、こういう風に波ちょっとあるように見えるんですけどね、今日はまあベタなぎ日頃ここに立つことできないんでね、1メーター波あるとまあまあ立てないようなとこなんで、やりました。ちょっとねルアーマンが入ってきたんでね、ちょっとやりにくいんで場所を譲りたいと思います。まあ年なしが釣れたんだよね、もう満足なんで、これでやめたいと思います。